お腹が空いたので、これを食べたいと思います。なんかさ、いい蕎麦食いたいんだよね。なんかタモさんとかが、食べに行った、なんか都内のどこだっけ、どっかにある蕎麦の有名店があるらしいんですけど、そこの蕎麦食べたいんだよな。普通な食べ方は、なんか、まず、つゆにつけないで、そばだけ食べて、それで味わってから、そっからつゆにつけて食べるらしいんですけど。大人になってそばがね、美味しく感じるようになったんで、子供の頃なんか全然美味しく感じなかったんですけど。子供の頃は、そば美味しくないって思ってた。うどんとかラーメンとかが美味しいって思ったけど。でも大人になるとね、この蕎麦の美味しさが、に気づいてしまうんだ。分かってしまうんだよね。でもさ、蕎麦ってさ、あんましさ、差が生まれない気するじゃん、そこまで。なんか、そこまで蕎麦って変わるの？みたいな。いい蕎麦屋ってどんななんだろうな、みたいな。でもさ、確かに美味しくない蕎麦もあるんだけど、なんか、つゆとかさ、あとはなんか蕎麦の感じとか、確かに美味しくない蕎麦もあるはあるんだけど。平気で席をは、離して無音配信しちゃうのがいつまで経っても素人だよな、お前って。だって別にそんなクオリティ求めてないもんな。だって別に素人っぽくやってるんだから。よいしょ。そもそもさ、プロだと思うんだったら、こんな何も内容がなく枠つけないでしょ。あ、黒板どうも。もうふわっちの人なんで、とりあえず枠つけて、こじきしてるだけじゃん、ほとんどが。そんな、配信のクオリティ求めてる人なんていないでしょ。で、そもそも配信のクオリティ求めたら、毎日配信なんかできないから。何かしら、なんかネタとか探して、ね。そんな毎日毎日ネタがあるわけじゃないんだから、簡単に。あ、黒板どうも。配信のクオリティ求め、そもそも毎日配信って無理よ。そんな毎日毎日ネタあるわけないじゃんだって。そんな簡単にね。まあ、あれだよね。例えばだけど、まあ、例えばギャンブル実況とか、ゲーム実況とか、まあ元からそういうなんていうの、ネタがある人は結構毎日でもいけるかもしれないけど、これ知らん番号だな。まあそういうなんか、なんていうの、そういう人は強いよね。ゲーム配信とかさ。そういう系の人は、だってゲームやってるだけ、ゲームやってればいいだけだから。あと、ギャンブル配信とかもそうだけど、そんなんギャンブルかけてそれ実況してりゃいいだけだから、そういう人は結構比較的毎日できるかもしんないけどね。でもそういう、なんていうの、そういう配信しない人は、ネタなんてそんな毎日毎日ないでしょ、だって。つゆすげえ少ねえな、これ。だったらみ、なんだよ。何？
ああ。大丈夫。断んなくて大丈夫。断んなくて大丈夫。ああ。水飲んでるから。だってさ、みんながさ、じゃあさ、ね。じゃあみんなが仮に生放送をか、はじ、始めようとするやん。じゃあ何するって話。それで毎日配信しようとして何をしていく？ネタなんてそんな毎日毎日ないでしょ。まあさっきも言ったけど、ゲーム実況とかキャンブル実況とか毎日するんだったら、まあ簡単だけど、そういうのをしない人もいるじゃん、中には。難しくない？そしたら。FX？ いや、だからそれ、まあそれも結局要するにギャンブル配信じゃん。まあそしたらさ、毎日 FX やってるだけでネタあるからさ、あれだけどさ。でもそういうのをしない人も中にはいるじゃないですか。ゲームとか、まあギャンブルみたいな。あ、こんだけじゃ足んないな。ああ、足んない。だってそんな毎日毎日ないですよ、ほんと。ネタなんてないよ。まあ、あとはなんか、もう自分の配信じゃなく、人の悪口言ったりとか、そういうんだったらネタあるかもしんないけど。でも、もう人の名前とか人の話題を使わないで自分だけで配信しようと思ったら、なかなかないもんですよ。本当に。あ、黒板どうも。あ、黒板どうも。釣りもするって。釣り配信ってさ、そんな需要あるかな？釣り配信って多分求められてないと思うんだ、あんまり。だって釣りって地味じゃない？ だってさ、こうやってパーンってこう餌投げるやん。ずーっと基本待つだけだからね。あれって需要あんの？マジで。釣り好きな人とかにはたまんないのかな？ああいう配信。わかんないけど。釣り配信ってあんま需要なくない？七原くん昨日ツイートした。あ、そうなんだ。あ、黒板どうも。だってさ、釣りってさ、釣り配信ってほぼ雑談配信だと思ってるよ。釣りしてね、かかるまでは基本雑談とかじゃない。なんかそんなになんていうの？そんなに見どころあるかなみたいな。動画とかだったら、そのほら、編集できるからさ、釣って全然釣れない時間とかもなんかうまく編集してそこカットしてそれなりにできる気がするけど、生放送の釣りって結構ぐだるっていうか、
こんな何十分も釣れなかったら結構ぐだんないのかなみたいな。だから見どころっちゃ見どころがないじゃん、釣れないと。でさ、しかもさ、釣れてもさ、正直さ、なんか、そんなね、言ってしまえばそんな大した魚でもないやつを釣るじゃん、多分。そのマグロとか釣れたとかだったらまだしも。マグロ漁とかだったらまだしもさ。なんかそんなね、こんなちっちゃい魚釣ったところでそこまで盛り上がんのみたいな。釣り配信は一応見たことはあるけど。黒板どうも。いや、釣り配信って正直需要あんのかなみたいなのは思ったことある。いや、マグロ釣れたら盛り上がるでしょ、さすがに。だって、マグロってさ、あれでしょ、1匹100万とかで売れるんだよね、あれね。1匹あれだって、100万とかで売れるんでしょ、あれ。もうだお宝を釣り上げたみたいな感じで盛り上がりはえぐいと思うけど、さすがにマグロ釣れたらやばいと思うよ。おおってなると思うよ。てかそもそも素人ってマグロ漁ってできんの？ マグロ漁ったらめちゃめちゃ危険だから、素人の人ったらできんのかね？素人の人ってマグロって多分ダメなんじゃない？知らないけど。子供自然動物公園配信。何それ？何でしょうかね。あ、黒板どうも。あ、黒板だっす。どうしましょうか。何もやることないな。あ、っていうかさ、もうすぐで運動会なのかな。運動会とかって自粛されてんの？なんかさ、まあ、俺んちの近くに、中学校あるんですけど、まあ、僕の母校なんですけど、めっちゃ近いんですよ、俺んちから。で、そこが、昨日だか2日前だか、ちょっと車で通った時に、運動会と思われるような練習してたんですよ。え、運動会終わった？え、運動会まだでしょ？だからさ、運動会って、まあ、ほら、コロナの影響もあり、結構、中止すんのかなと思ったけど、すんのかな？去年とかどうだったんだろう？去年とか結構中止になったのかな？ レッドブル巨峰、いや、飲みたいっすね。
てかさ、俺外出ていいかな？大丈夫だよね？いくらなんでも。いくらなんでも大丈夫だよね。いや、ほら、一応、みどりさんと会ってるから。でも、まあ、状況的に考えてさすがに大丈夫だよな。だって、俺とみどりさんが会ったの、先月29日だし、もう会ってから11日経ってんのよ、今日で。うん。11日経ってるし、しかもみどりさんは、抗体検査して、陰性、つまりはかかってなかったらしいんだよ。うん。で、立花さんとみどりさんが会ったのは、今月の4日あったけど、それの、なんか29日以前は結構会ってなかったっぽいから。そう。で、状況的に考えて大丈夫だよね。で、それでいて、ね、仮に俺とみどりさんが会った時に、仮にみどりさんがかかってたら、俺だって症状出てるはずだ。味覚もちゃんとあるし、熱も出てないし、何の症状も出てないから。まあ大丈夫だよね。状況的に考えて。だって俺がまず症状出てない。そして俺とみどりさんが会ったその前らへんは多分だけど、これは多分なんだけど、多分会ってないっぽいし。うん。あとその保健所の発表でなんだけど、その一応立花さんと濃厚接触みたいになる人はいないらしいんだよ。保健所の発表らしいんだけど、これは。うん。そう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 。あ、黒板の。だからどう考えたってこれ、この状況なら大丈夫だよね。状況的に考えて、保健所がまず、ね、濃厚接触、立花さんといないっていう判断らしい。うん。で、プラス、そもそも俺とみどりさんが会ったのは29日でもう11日経ってるし、俺症状出てないし。で、あとみどりさんが、抗体検査で陰性だったらしいから、どう考えた、で、俺と立花さん別に直接会ってないから、まあ大丈夫だよね、さすがに。さすがに大丈夫だよね、これならね。うん。で、ちなみにみどりさんが、対抗検査を受けたのは今月の4日に、立花さんと会ったかららしいんですよ。で、29日に俺は会ってるから、その立花さんとみどりさんが会う、前の日に、全然前に会ってるんですよ。さすがに大丈夫だよね、これならね。これならさすがにね、外出ても、そんな文句言われないっすよね、いくらなんでも。状況的に考えて。うん。まあ大丈夫だよね、さすがにね。うん。そうっすね。PCR 受けた方がいいね。いや、さすがに大丈夫でしょ。この状況だったら。だって PCR だって金かかるでしょ、そんな。あんなのね、5万とかかかるんじゃなかった、知らないけど。で、これ状況的に考えてさすがに大丈夫でしょ。いくらなんでも。うん。状況的にトータルで考えて、どう考えても大丈夫でしょ。うん。で、だから、感染者とね、完全に感染者と接触したっていうんだったら、まだしも、この状況的に考えて大丈夫ですよ。うん。でも、そもそも立花さんと会ってないし。あと保健所の発表でも、立花さんと濃厚接触者はいないっていう判断らしいですよ。判断らしい。判断らしいですよ。